ずですね、サプリメントを使用する際に皆さんに知っておいていただきたいことなんですけども、まず前提としてですね、ドーピングのリスクを完全にゼロにすることはできません。はい、まあ、これもね、サプリメントメーカーの人間が言うのもちょっと変な話なんですけども、やっぱり各社ですね、ドーピングのリスクをゼロに近づけようと努力はしています。で、実際に、まあ、国産のサプリメントであればドーピングのリスクはほぼゼロだと思っていただいていいと思います。ただやっぱりですね、どこかで購入する違反物質が混入してしまうリスクっていうのもゼロではないので、そういう意味ではサプリメントを取るということは、よくよく低リスクではあるんですけども、ドーピング違反になるリスクを背負っているということはしっかりと覚えておいてください。で、実際に、まあ、うっかりドーピングなんて言ったりしますけども、こうサプリメントに混入していた成分が出てしまって違反になってしまった事例ですとか、あとは反応競技でですね、有力選手にですね、こう薬を持ってですね、陽性が出てしまった、そういうケースもあったりするんですけども、故意のドーピングではないということが、まあ、明らかになって、処分が軽くなることはあるんですけども、処分が取り消しになることはまずないので、なので、自分のせいじゃなくても、やっぱり自分が責任を負うことになるということは、しっかりと理解していただいた上でサプリメントを選んでいただきたいなと思います。そして、前回の講義でもお話をしたんですけども、まあ、サプリメントの効果って気休めみたいなものなので、あんまり期待しすぎないようにしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、先ほどですね、まあ、ドーピングのリスク、まあ、完全にゼロにはできないと申し上げたんですけども、まあ、その中でも、じゃあ、できるだけ安全なサプリメントってどういうものから選んだらいいのかというところについてお話をさせていただきます。まあ、3つですね、大きく分けてあるんですけども、まず1つは、違反物質を含むサプリメントを製造していないメーカーから選んでいただく。これは、特に海外のメーカーなんかで、違反物質が含まれているサプリを製造しているメーカーですとか、ブランドがあったりします。で、そういうところが出している、例えばプロテインなんかと、まあ、そのプロテインの、ね、成分表には違反になるような物質は記載されてないかもしれないんですけども、製造ライン中でコンタミネーション、混入してしまう恐れが高くなってしまうので、しっかりですね、メーカーさんの他のサプリのラインナップも見ていただいて、その中にドーピング違反物質を含むようなものがあれば、なるべく購入は避けていただいた方がいいと思います。そして2つ目ですね、インフォームドチョイスですとか、インフォームドスポーツなどですね、第三者機関の認証を取得しているものから選んでいただく。これがおすすめですね。まあ、こういったインフォームドチョイス、インフォームドスポーツですね、弊社のサプリメントでもいくつか取得をしているんですけれども、やっぱり第三者機関が、まあ、認証を与えるということで、かなりですね、厳しい検査が入ります。で、認証を取得するときだけではなくて、定期的にですね、認証を取得した後も継続して、監査が入りまして、そこでですね、基準を満たさなかった場合には、認証が取り消されるようになります。なので、このインフォームドチョイスやインフォームドスポーツ等ですね、こういった第三者機関の認証を取得しているサプリメントについては、特にですね、製造工程の管理がしっかりしているということで、まあ、信頼度が高くなるというふうに思っておいてください。ただ、こういった第三者機関の認証も、アンチドーピングというものを 100% 保証するものではないということは、認証機関の方も明記しているので、まあ、そこも気をつけていただきながらですね、選んでいただければと思います。そして3つ目ですね。まあ、今までコンタミネーションを起こしていないメーカーから選んでいただくということですね。まあ、結構前にですね、海外製のマルチビタミンのサプリメントに違反物質が混入していて、陽性が出てしまったというケースが、あったんですけども、そういった形で過去ですね、こういった購入事件を起こしてしまったメーカーというのは、まあ、やっぱり信頼度が下がってくるので、
まあ、アンチドーピングのアスリートの皆さんは、なるべくそういったものは避けていただいた方がいいと思います。で、まあ、これらの基準を満たすものってなると、やっぱり国産の会社さんが出しているサプリメントを選んでいただくのが、まあ、やっぱり安全性といった観点では、まあ、一番おすすめですね。やっぱり、まあ、日本の会社さんですと、食品衛生についての意識は、やっぱり世界でトップクラスで管理がしっかりしてますので、まあ、国産のサプリメントであれば、まあ、どの会社さんでも、もうしっかりですね、信頼できると思っていただいて問題ないと思います。で、その中でも、第三者機関の認証を取得しているものであれば、よりですね、信頼度が高くなっていますので、そういったものからサプリメントを選んでいただくというのがおすすめです。で、ここまでね、いろいろその製造体制だとかお話をすると、じゃあそのサプリメント会社の、ね、こう工場とか、どういうところで作っているのか知りたいと思う方が多いと思うんですけども、残念なんですけど、基本的にですね、お客様からどういう工場で作ってますかっていうようなお問い合わせをいただいても、サプリメントメーカーが、そういったお問い合わせにお答えすることは基本的にないと思っておいてください。これは別に情報を隠したいとか、意地悪したいとかいうわけではなくて、やっぱりその製造をしていただいている工場側、会社さんとも秘密保持契約を結んでいて、こちらの判断で工場の情報を公にできない場合が、まあ、非常に多いです。というのもありますし、まあ、競合他社の方が消費者を装って情報を取ろうとして、問い合わせしてくるというケースもあるんですね。で、やっぱり業界にいる方だったら、どこどこにある工場で作ってますよっていう、こう情報があっただけで、どういう原料を作っていて、原価がどれぐらいでっていうのも全部わかっちゃうんですね。もうそうすると、やっぱり会社として経営が立ち行かなくなってしまうので、なかなかですね、そういったこう、製造体制に対する問い合わせにお答えをできるメーカーというのは少ないと思ってください。一部ですね、まあ、自社工場を持っているような会社さんでしたら、そういったお問い合わせにも答えられるかもしれないんですけれども、なかなかですね、こういった製造体制に関する質問にこうはっきりとお答えできないという事情があることは、ご承知いただければなと思います。で次ですね、サプリメントの優先順位のお話に移らせていただきます。まあ、前の講義でも少しお話をしましたけれども、やっぱりサプリメントは必要な栄養素を補うものが、まあ、何よりも一番大事になっています。やっぱりそのパフォーマンスを上げる効果っていうのは、正直なところ気休めみたいなもので、食事止めトレーニングがしっかりとできていれば、特にサプリメントの助けは、まあ、いらない場合が非常に多いので、そういった意味では、日々の食事を計画通りに進める手助けをしてくれるような必須要素を補うものっていうのが、まあ、何よりも大事になってきます。で、その下にパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のあるサプリメント。専門用語でエルゴジェニックエイドと呼んだりしますけれども、まあ、パフォーマンスを上げる系のサプリメントが、来ると思っておいてください。でまあ、この、ね、優先順位に基づいて、私が個人的におすすめをしているサプリメントをちょっと並べさせていただいたんですけれども、まずね、一番重要になってくるのが、まあ、プロテイン、マルチビタミンのミネラル、プロバイオティクス、消化酵素、まあ、この辺が、まあ、必須要素を補うものですとか、まあ、体調を整えてくれるものになってきます。この辺は、まあ、しっかり常備しておいていただいた方がいいんじゃないかなと。そして2番目に来るのが、エルゴジェニックエイドの中でも、まあ、比較的ですね、エビデンスがしっかりしていて、コストパフォーマンスがいいと思われるものですね。クレアチン、カフェイン、カーボドリンク、ペプチド BCA、まあ、この辺になってきます。まあ、正直この1番、2番だけでも十分なんですけども、まあ、個人的にもし余裕があれば検討してもいいんじゃないかなという。3番にアダプトゲン入れさせていただきました。聞き馴染みのない言葉かもしれないですけれども、また後ほどですね、詳しく解説させていただきます。そして、まあ、その下に食物繊維とグルタミン、
ということで、まあ、これぐらいかなと思います。はい。で、まあ、またですね、一つずつ解説をさせていただきます。で、まあ、プロテインから解説をさせていただくんですけども、まあ、説明不要かなと思うんですけども、まあ、必要なタンパク質を確保するためにですね、やっぱり固形の食材だけでは取りきれない場面っていうのがどうしても出てきます。そういった時に、手軽にですね、タンパク質を補えるように、プロテインはしっかり常備しておいていただいた方がいいと思います。ただですね、やっぱり、このプロテインでタンパク質を取るよりは、固形物をしっかり咀嚼して取っていただいた方が、まあ、食事の満腹感も高くなりますし、満腹感も持続しやすいので、あんまりですね、プロテインに頼りすぎるのも、おすすめはできないです。目安としては、まあ、1日のタンパク質摂取量の 30% 以内に収まるように、プロテインの摂取量ですとか、摂取タイミングというのは考えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、結構大きい男性の方では、1日 200g タンパク質を取りますという方であれば、60g くらいという感じですね。で、まあ、小柄な女性だったら、まあ、30g、40g とか。それぐらいが目安になってくるかなと思います。そして次ですね、マルチビタミン&ミネラルになります。まあ、こちら、前の講義でもお話ししたんですけども、やっぱり食事からですね、マルチビタミン、ミネラル、全種類をしっかり揃えようと思うと、かなり食事の負担が大きくなって、素直にですね、サプリメントに頼っていただくのが、まあ、手取りがよくて一番おすすめですね。で、これ食材から取るビタミン、ミネラルとサプリメントから取るビタミン、ミネラル、まあ、効果にそんなに違いはないです。まあ、なので、あんまりですね、こう食事から取ろうと逆になる必要もないので、まあ、ご自身の、食事のバランスを考えてうまく取り入れていただければなと思います。ただし、やっぱりですね、ビタミン、ミネラル、種類によっては、過剰摂取が長期間になると、体調を崩してしまう。悪影響が出る恐れもあるので、そこだけ気をつけていただければと思います。そして次ですね、プロバイオティクス消化酵素なんですけれども、やっぱり減量中、まあ増量中もなんですけれども、特に減量中なんかは、お腹の調子のね、問題が起きやすいです。やっぱり便秘がちになってしまう方ですとか、まあ逆にですね、食事の栄養素のバランスが、タンパク質過多になって、下痢気味になってしまったりとかね、そういう方がいらっしゃると思います。やっぱり、腸内環境を整えていただいた方が、まあ、体調よく毎日過ごせますし、せっかくね、体脂肪が落ちてきているのに、便秘でお腹が出てしまって、見栄えがね、悪くなってしまうということだと、もったいないので、やっぱりそういったコンディショニングの面でも、やっぱり腸内環境をしっかり整えるために、プロバイオティクスを取っていただいたり、しっかり食べたものを無理なく消化できるように、消化酵素系のサプリメントを取っていただいたりもするのは結構おすすめですね。はい。そしてここから、エルゴジェニック栄養系のサプリメントに行くんですけども、まずクレアチンですね。まあ、このクレアチンなんですけども、高強度のトレーニングするときに、まあ、エネルギー源となってくれます。ATP の原料となってくれるので、かなりですね、まあ、クレアチンのパフォーマンス向上効果については、まあ、エビデンスもしっかりしていて、コストパフォーマンスもいいので、まあ、検討していただいていいんじゃないかなと思います。で、ATP の原料になる、まあ、トレーニング中のエネルギー源になるというね、まあ、機能から、増量中よりも減量中に特に効果を体感しやすいサプリメントです。やっぱり、栄養素を切り詰めてですね、減量しているときの効果、このクレアチンによるエネルギー供給というところは、効果を体感しやすい。で、昔はですね、クレアチンローディングなんて言って、飲み始めは、こう、1日 20g ぐらいですね、一度にたくさん取ってですね、こういった方が効果があるって言われてた時代もあったんですけど、まあ、今、主流なのは、もう1日 5g を毎日しっかり取っておいていただけると、まあ、あえてローディングしなくても同じような効果が出られるというところが主流になってきているので、クレアチンあんまりたくさん取ってしまうと、お腹が緩くなってしまったりする方もいらっしゃるので、まあ、1日 5g を毎日摂取していただくというのが、まあ、一番オーソドックスな使い方かなと思います。で、トレーニン
ングする日についてはトレーニング中かトレーニング後に、飲んでいただくのがまあいいかなと思います。で、まあ、トレーニングしない日だったら食後のタイミングどこかで 5g 取っていただくというのが飲み方でいいんじゃないかなと思います。そして次カフェインですね。このカフェインについてもパフォーマンス上昇のエビデンスが非常に多く揃っています。エビデンスがしっかりしている数少ないサプリメントの一つですので、まあ、何よりも、ね、安いんですよね。まあ、コストパフォーマンスも優れているので、まあ、ぜひ、ね、検討していただければいいんじゃないかなと思います。まあ、サプリメントから取らなくてもコーヒー飲むとかそれぐらいの摂取方法でも全然いいと思います。で、まあ、主なカフェインの効果としてはトレーニング中の疲労感を軽減してくれたりとか、トレーニング中の筋力向上というところが、まあ、大きいかなと思います。まあ、補助的な効果で、まあ、体脂肪の減少を促進したりという効果もあるんですけれども、そっちの方はあまり期待すぎない方がいいと思います。で、疲労感軽減を狙うのであれば、体重1キロにつき1から3ミリぐらいの摂取ですね。で、パフォーマンスアップを狙うのであれば、体重1キロにつき4から6ミリぐらいの摂取がおすすめです。ただ、このカフェインですね、耐性がつきやすくて、毎日たくさん飲んでると、効きが悪くなってくるので、パフォーマンスアップを目的とした高容量の摂取っていうのは、ここぞという時に取っておいていただくのがおすすめです。週に1回から2回ぐらいにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、普段は、疲労感を軽減するっていうところで、体重1キロにつき1ミリグラムぐらいの摂取。まあ、例えば、まあ、体重50キロの方であれば、まあ、50ミリグラム。で、まあ、コーヒー、1杯分ぐらいですね。はい。それぐらいの量で十分だと思います。まあ、コーヒーお好きでね、もっと飲みたいっていう方は全然飲んでいただいて、まあ、問題ないと思うんですけども、そこまでこう、パフォーマンスアップを狙って飲みすぎるのも、あまり良くないと思います。で、そして、このカフェインですね、パフォーマンスアップを狙った、体重1キロにつき4から6ミリグラムっていう量は、結構多いです。なので、カフェインに慣れてない方は、副作用が出てしまう可能性があります。こう不快感があったりとか、夜眠れなくなったりとか、あとはまあ頭痛とか、こう気分が悪くなったりとか、そういった症状が出る恐れがあるので、量を増やしていくときは、慎重に少しずつですね、様子を見ながら増やしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。そして、アンチドーピングの点で注意していただきたいのが、このカフェインですね、昔はドーピング違反物質だった歴史があります。それだけパフォーマンス上昇のエビデンスがしっかりしているということの裏返しでもあるんですけども、今はですね、監視プログラムというカテゴリーに入れられていて、カフェインは取っていただいて全然ドーピング違反にならないので、安心してですね、カフェインサプリメントですとか、コーヒーに取っていただいて問題ないんですけども、ひょっとしたらですね、これから先ですね、また、違反物質のカテゴリーに移される、そういう可能性もあるので、その動向だけはしっかりと注意しておいてください。知らなかったらでは済まされないので、どういうふうに動くかっていうところだけ、ちょっと注意しておいていただければなと思います。そして次ですね、カーボンドリンクです。まあ、いろいろ種類があるんですけども、まあ、何でもいいと思います。マルトデキストリンとかね、クラスターデキストリンとか、ブドウ糖とか、いろいろありますけども、種類によってそこまでですね、効果に違いはないので、ご自身に合うものとか、コストパフォーマンスに合うものとか、味がね、一番こう好みなものを選んでいただいて問題ないと思います。で、まあ、これもエネルギー源になるものなので、トレーニングが長時間になるほど効果を感じやすいです。そして減量中の方がやっぱり効果は体感しやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、目安としては体重1キロにつき 0.5g から 0.8g の間で調整していただくのがいいと思います。あんまり量が多すぎると、お腹が緩くなってしまったりするので、まあ、たくさん取る場合でも 60g 以内に留めておいた方がいいと思います。そして次ですね、ペプチド BCAA、EAA です。まあ、まとめて、解説をさせていただきますけども、まあ、ペプチドは、まあ、他社さんのね、商品名出しちゃいますけども、アミノコンプレックスゴールドジムさんのね、日本選手権のトップ選手がこぞって使用してて、一時期話題になりましたけど
ども、そういうものだと思っておいてください。アミノ酸が、こう、細かく、はい、アミノ酸がいくつかね、まとまってついてて、吸収の効率がアップしているようなものだと思っておいてください。まあ、DNA の上位互換みたいなものですね。はい。で、まあ、このペプチド BCAA、EAA についても、トレーニング中の疲労感の軽減とか、筋肉量の、まあ、減少防止っていうところが、まあ、よく期待される効果かなと思うんですけども、正直なところですね、あまりエビデンスがしっかりしてるとは言えないので、優先順位はあまり高くないです。金銭的に余裕があって、まあ、効果を感じられるのであれば、取ってみてもいいんじゃないかな、ぐらいのものだと思っておいてください。でまあ、これも取れ前から取れ後にかけて、10g から 20g。取っていただくのが、まあ、オーソドックスな使い方かなと思います。そして次ですね、アダプトゲンになります。このアダプトゲンなんですけども、ストレス対策に有効とされるハーブ類のサプリメントをまとめてですね、アダプトゲンというふうに呼びます。で代表的なものとしては、アシュワガンダですとか、エゾウコギ、ロディオラ、まあ、この辺がメジャーなものかなと思います。で、当然ですね、ドーピング違反にも引っかからないものなので、取っていただいていいんですけれども、まあ、これについても、正直ですね、エビデンスはそこまでないです。まあ、なので、取ったから、もう元気いっぱいでストレスなく過ごせるとか、そういうものではないんですけども、まあ、やっぱり現状も、ストレスとの戦いなので、その上、負担が少しでも減らせる可能性があるんであれば、まあ、金銭的な余裕があれば、試していただいてもいいんじゃないかなと思います。でまあ、アダプトゲンではないんですけども、同じようなストレス対策系のサプリで、アミノ酸の一種のグリシンとかですね、あとはホスファチジルセリン、まあ、これ脂質の一種なんですけども、こういったサプリメントもおすすめです。ただし、ホスファチジルセリンはかなり効果がちゃんと取るだけに、価値があるかどうかっていうのをしっかり考えていただきたいなと思います。そしてこのアダプトゲンで、一つ注意していただきたいのは、こういうハーブ系のサプリメント、特に海外製のものについては、どうしてもですね、コンタミネーションのリスクが高くなります。こういうアダプトゲンのサプリメントの中には、いろんなこう成分を一緒にしてですね、アダプトゲンミックスみたいな名前で、個々の成分名を記載せずに、ラベルに記載をしているケースがあるんですね。そういうものについては、具体的に何がどれだけ入っているのか、こちらでは把握できないので、そういったものについては、効果を高めるために、ドーピング違反になるような物質が入れられていたり、そういったものが混入してしまったり、というリスクがあるので、選ぶのであれば、やっぱりこのアシュワガンダならアシュワガンダ、エゾウコギならエゾウコギというふうに、しっかり成分名が明記されているものから選んでいただくのをお勧めします。そして次ですね、食物繊維になります。まあ、減量中は、かさ増しのために結構野菜とか果物を食べる方もいらっしゃるかと思うので、そういう方の場合はね、食物繊維の摂取量も足りてて、特に問題ないケースが多いんですけれども、まあ、野菜嫌いであんまり食べられなかったりとか、しっかり野菜食べてても、やっぱりお腹の調子が悪くなりがち、便秘がちですよとかね、そういう方の場合は食物繊維のサプリメントも検討していただいていいんじゃないかなと思います。ただし、この食物繊維のサプリメントも取りすぎると、便秘がね、ひどくなってしまったりとか、お腹が緩くなってしまったりとか、逆効果になってしまう恐れもあるので、あまりこう効果に期待しすぎないようにだけ注意していただければなと思います。そして最後、グルタミンですね。まあ、グルタミンも結構有名なサプリで、まあ、免疫力のアップとか、筋分解の抑制とかね、そういったものがよく言われている効果になるんですけども、正直なところですね、この免疫アップとか、筋分解の抑制っていうところは、まだですね、エビデンスがあまりしっかりしていない部分があります。なので、
まあ、取っていただいてもいいんですけども、あまり期待しすぎない方がいいんじゃないかなと思います。ただ、このグルタミンですね、実は、胃腸薬の成分になっているんですね。胃の粘膜を修復する働きがあって、薬局に行って、いくつかですね、胃腸薬を見ていただいたら、グルタミンが入っているものがあると思うんですけども、まあ、薬に使われているぐらいなので、この胃の粘膜を修復するっていう働きについては、まあ、割とエビデンスがしっかりしています。なので、胃腸がこう、不調になっている時なんかに備えてですね、常備しておいていただくというのはおすすめだったりします。そして、この免疫力アップとか、筋分解の抑制、まあ、普段の健康な状態の場合は、あまり根拠はないんですけども、著しく体調を崩した時とか、大怪我をした時なんかには、結構ですね、根拠がはっきりしているというか、まあ、期待度が高くなってくるので、まあ、風邪をひいてね、ちょっと体調を崩して寝込んでしまった時とか、思うようにトレーニングできないぐらいの、怪我をしてしまって、そこから早く回復したいなという時には、取っていただくのも、まあいいんじゃないかなと思います。ただやっぱり何回も申し上げますけれども、薬じゃないんで、あまり期待しすぎないようにしていただければなと思います。はい。ということで、ここまでですね、一通りサプリメントについてのお話しさせていただきました。ここまでで何か質問のある方いらっしゃいますでしょうか。クレアチンなんですけど、皆さん、よく飲まれるサプリだと思うんですけど、まだ飲まれてない方もいらっしゃると思うんですけど、具体的にですね、こう体感的にどんな風に感じるかっていうのをちょっとお話しいただければいいかなと思うんですけど、クレアチン摂取すると、トレーニングの方、まあ、時にですね、どういう風に感じるとかっていうのもしあれば。まあ、特に、高重量ですね、6レップから8レップぐらいまでの高重量のトレーニングの時に、まあ、顕著になってくるんですけど、もうまあ重量が伸びやすくなるとか、減量中でしたら重量がキープしやすくなる。まあ、いつもだったら潰れちゃうぐらいの時でも、なんとかこう、粘って上げきれるとか、まあ、そういう効果ですね。まあ、私はそういうところをやって摂取しています。ATP とかっていうのが書かれてるのかわからないですけど、まあ、エネルギーの、合成、再合成のところにですね、まあ、言ったら、いつもだったら潰れてしまうようなところで、クレアチニン酸と、アンノシンリン酸をくっついて結合して、エネルギーが再合成されて、まあ、いわば、リサイクルができて、レッドが伸びるっていうような考え方でよろしかったですね。はい。なので、ちょっとまあ、減量期に、まあ、だけではなくて、まあまあ、コストも比較的低くて、エビデンスも取れているので、クレアチンなんかはおすすめなのかなっていうところですね。あと、もう一つですね、グルタミンとか BCAA とかですね、筋分解の抑制とかっていうところの目的で取られた、まあ、EAA も含めてなんですけど、このあたりで、まあまあ、一番まあ優先順位つけると難しいと思うんですけど、どれがおすすめというかおすすめですかね。合わせて取ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。わからなくてですね。BCA、EAA、グルタミンみたいな感じで取られてる方もいると思うので、お願いします。その中で強いて言うんであれば、まあ、BCA が、まあ、一番そのコスト的にも、まあ、あとはその、ワークアウトドリンクの味付けにも結構使えるので、そういった目的で取っていただくっていうのは、まあ、いいと思います。まあ、EAA も、BCA と同じくですね、まあ、同じような効果が期待できるんですけども、やっぱり割高になってくるので、そのコストの上昇分のメリットがあるかと言われると、私個人としては、そこまでこうメリットが大きくならないんじゃないかなというふうに考えます。ありがとうございます。はい。まあまあ、そういったところで、トレーニングちょっとこうマイナスに、こう、ね、気持ちも。そこで、そういう味付けも含めてっていうところで、ちょっとやる気をアップさせてくれて、くれるパフォーマンスを上げてもらうものということで、まあ、これ、B レジェンドさんでも販売されてるんですよね。あ、はい、はい、です。はい、で、安全というのは 100% 保証できないっていうことなんですけど、国産のメーカーであれば、そういったところは問題ないと思います。はい、それからもう一つですね、価格取りの
はい。で、こちら、ちょっとかなり扱いがですね、難しいのは何かっていうとですね、主な目的として、やっぱりその、なんですかね、例えばテストステロンブースターとか、そういったような感じで、頼まれてる方とかいらっしゃるんですかね。どうですかね、こう。テストステロンブースターとはまたちょっとこう、そうですね、成分が違っていきますけども、ただ、テストステロンブースターの成分になるものも、やっぱりハーブ系のものが多いので、はい、そういったものはやっぱり確かに注意が必要です。はい、今ちょっとお名前があった、テストステロンブースター系の、サプリメントっていうのは、そのもの書いてるものに表記になってもですね、さっきおっしゃった通りで、目的がこう一つになってきますので、つまりテストステロンの上昇をやっていくしているというところで、ここには、成分表に表記されてないんですけども、入っている可能性がちょっと高くなるので気をつけてくださいっていうところですね。はい。なので、そこは気をつけてください。あと、何度も繰り返しているんですが、ギャスパリ社とか、もうこれは名前言っていいと言われているので、ギャスパリ社では、何年か前に汚染査定ということで、さっき言ってたの混入がありました。で、これも、もしも知らなくて取って、ラベルに書いてなかったって言ったとしても、出てしまったものは出てしまったもので、ペナルティの対象になります。で、先ほど言われたみたいに、軽減はされますけども、その、注意の、そういったものは剥奪されてしまうということになります。タンパク質はどうなんですか？こう結局、体重1キロあたり何グラムとかよく言うじゃないですか。あ、メーカーさんとしては、もうこれを大差でありますか？個人差は大きいですけども、その、体重1キロにつき、まあ、2グラムを超えてくると、その増量によるメリットっていうのはどんどん薄くなってくるんで、その体重かける2グラムっていうのが一つの目安になると思います。で、講義で申し上げたように、減量中っていうのはタンパク質の必要量が大きくなってくるので、減量中はタンパク質を多めに取っていただいて、増量中は逆に少なめにしていただいても大丈夫だと思うんですけども、そうですね、健康的には、何もない健康な方であれば、体重かける4グラムとか5グラムとか取っても、その腎臓とかね、肝臓とかの害のリスクっていうのは、今のところはないっていうふうに言われているので、取りたければ取っていただいてもいいんですけども、その体重かける2グラムを大きく超えて、とっても、それによるメリットはあんまり期待しすぎない方がいいと思います。なるほど。たくさんちょっとサプリにこうね、依存されている方なんかは、ちょっと気をつけていただいているというところと、あともう一個のちょっとご質問なんですけど、例えば食品でタンパク質摂取すること、それとサプリメント摂取すること、これ吸収は一緒ですか？グラムが同じなんですね。基本的には一緒です。はい。研究ベースのところでは一緒なんですけども、これは私の本当に個人的な経験というか聞いた話なので、本当に話半分で聞いてほしいんですけど、私の、義の母親が、看護師をしておりまして、で、高齢の、ね、患者さんを見取ったりとか、そういう経験が多いんですけども、その母はですね、やっぱりその人間を、弱るタイミングっていうのは二つあって、一つが自分の足で歩けなくなる。で、もう一つが物を噛んで食べられなくなる。で、この二つのタイミングで、やっぱり人間めちゃくちゃ弱るねって言ってたので、そういう意味では、なるべくちゃんとした固形食を噛んで食べていただくっていうのは、健康のためにも、その競技で、いい成績を収めるためにも、大事なことになってくるんじゃないかなっていうふうに、個人的に思ってます。ただ根拠はないので、本当に話半分聞いてください。ありがとうございます。ノックアウトなんかでも、やはりですね、こう咀嚼してとかっていうところもあるんですけど、味覚っていうのがですね、やっぱりホルモンの分泌っていうのを促す消化吸収ですね、例えば唾液出たりとかっていうのも、これ、ホルモンの作用ですもんね。なので、そういったところで食べるということが、今日、セミナーの中核になったと思うんですけど、皆さんもぜひですね、しっかりと食育のベースにとっていただいて、
もうすぐ控えめにサプリメントのことをお話しされていたんですけども、サプリメント有効に使っていただければ、成績、1段階、2段階上げることができると思うので、皆さん、うまく使ってください。